こんにちは、ジアコです。スーさんとですね、サーさんとみーちゃんにまた来てもらってるんですけれども、前回ですね、ハンドクラップで誰が最後まで踊りきれるかっていうのをやったんですけれども、今回はですね、フェッテ競争、誰が最後までフェッテを回りきれるかやっていきたいと思いますまあ、フェッテというのはバレー用語で回り物、こういうやつ、まあ、バレーされたことない方でもこうやってぐるぐる回ってるのを見たことがあるかなと思うんですけれども、今日はですね、こちらのフェッテをやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いしますじゃあちょっとやっていく前に、回るときになんか一番気をつけてることって何かある？スーさんは。私は回ってたときにプリエをしっかりするようにしてて、プリエがちゃんとできてないと勢いもどんどん落ちてきて体が遅れてくるから、こう回ってもここか、メモやろじゃあサーさんは。個人的にお尻が抜けやすいから、こうまとめるときにここのお尻が抜けないようにクッて、お尻の下クッて、キュッと締めると、私結構上半身でこの肩を引く、首をこうガッてこうガッてやるのを気をつけてるかな。結構私上半身を気をつけてるかも。じゃあイーちゃんはどう？私気合い。あの、まあ、フェッテをやる上で一番やっぱ大事なのはもうここやから。一番ここ大切やからいいと思います。その気合いでちょっと今日は頑張りましょう。はい、それではフェッテ競争行ってみよう。はい、ということでみんな準備は大丈夫？大丈夫。OK。はい。では、じゃあせーのでピルッと、とりあえず掛け声だけかけます。緊張するそれではいきます。いっせーので、はい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 、この度は本当にすいませんでした。すいません。みんなここやで。はい。はい。じゃあ行きまーす。いっせーので、はい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 、じゃん。勝者は、ちやこでした。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりピルエットとかそういう回る系って回数大事やね、やっぱり。あと、気持ち。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。フェッテ競争お疲れ様と思ってくださった方、ぜひぜひグッドボタン私たちによろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
せーの、バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.